旧岩崎邸庭園旧岩崎邸庭園は東京都台東区池の旗一丁目にある都立庭園である三菱財閥岩崎家の茅町本邸だった建物とその庭園を公園として整備したもので園内の歴史的建造物は国の重要文化財に指定されている旧岩崎邸の敷地は忍池の南西方台東区池の旗一丁目 旧下役茅町に位置し、文京区湯島と境を接している。旧岩崎邸庭園として公開されているのは、旧邸宅敷地の一部に過ぎず、かつての敷地は、西側の湯島合同庁舎、南側の湯島4郵便局や、霧道市公園一帯を含んでいた。旧岩崎邸の敷地は、江戸時代には、越後高田藩榊原家。 現在の新潟県上越市高田の中屋敷であった。明治時代初期に、牧野治、旧舞鶴藩主帝となり、1878年、明治11年に、三菱財閥初代の岩崎屋太郎が、牧野治から定地を購入したものである。現存する洋館、大広間、かつての和館の一部などは、岩崎財閥三代の岩崎久屋によって、除災やコンドルの設計で建てられ、 1896年、明治29年に竣工したものである。1923年、大正12年の関東大震災の際には、屋敷地が避難所として地元住民に開放された。洋館、大広間、同級室の3棟並びに宅地が旧岩崎区住宅として国の重要文化財に指定されている。また、洋館北面袖壁、レンガ壁、 実測図1枚が重要文化財の付けたりとして指定されている。この内洋館と同級室は1961年の指定で、1969年に大広間と洋館北面袖壁が、1999年に宅地、レンガ塀、実測図がそれぞれ追加指定されている。土地建物の所有者は国、文部科学省であるが、 管理は東京都によって行われている。文化財保護法第32条の2の規定に基づき、東京都が重要文化財の管理団体に指定されている。1896年、明治29年に竣工し、岩崎家の迎賓館として用いられた西洋館である。木造2階建て、屋根はスレート吹き、外壁は下見板張りとする。 親とい外国人として来日し、独立後は、三菱、岩崎家の仕事を数多く手掛けた、女彩やコンドルの設計である。北面を正面とし、正面玄関部分は平面四角形の棟屋となっている。反対側の南面は一階、二階とも列中のある、大きなベランダを設ける。晩年の作品に比べると装飾性が強く、内外装とも全体のスタイルや装飾は、 英国17世紀のジャコビアン様式を基調としつつ、南面のベランダにはコンドルが得意とした、コロニアル様式がよく現れている。一方、客室の天井装飾、床のタイル、暖炉などの細部にはイスラム風のデザインを施すなど、様々な様式を織り交ぜている。岩崎久屋の留学先であった、ペンシルベニアのカントリーハウスの名字も取り込まれている。なお、東側のサンルームは、 後年1910年頃の増築である。内部は海岸ールを中心に、1階には岩崎久屋が用いた書斎、客室、大食堂などがあり、2階には内向きの客室や集会室などがある。建設当時は多くの部屋や廊下の壁面に金等隠しが貼られていたが、現在当時の壁紙は失われている。平成の修復に際して、 2階の2部屋だけ金、等各紙が復元されている。なお、1915年、大正4年に、コンドルが作成した建て替え計画図が、聖火堂文庫に収蔵されている。鉄筋コンクリート作り3階建て、建坪348坪の大規模な洋館に、建て替え、和洋平地をやめて、家族の居室も洋館内に完結する計画であったが、実施には至らなかった。 洋館と同時期に竣工した書院作りを基調とした和風建築である。明治期の大邸宅では洋館と和館を並べ立て、和館を日常生活空間、洋館を公的な接客空間として使い分けることが多かった。岩崎邸においても迎賓館としての洋館に対し生活の場としては和館が使用された。洋館と和館は船底天井の渡り、 廊下で結ばれ、当時の和洋折衷の生活スタイルを伝えている。村松定次郎によると、乾損していれば和寒部分の方が、洋寒部分より文化財としての価値が高かったと、解体後に気がついたという。設計は、大工棟梁の大川基十郎と伝えられている。長大で良質な木材がふんだんに用いられている。釘隠しなど各種に、 岩崎家の家門である三階筆の衣装が見られる。1969年、昭和44年に、大広間の名称で重要文化財に指定されたが、同時期に和刊の大部分が取り壊された。王子は550坪に達する大邸宅であったが、現存するのは、大広間、次の間、三の間の三室と、茶室、待合室、渡り、廊下、便所のみである。 木造ゴシック様式のビリヤード室。あぜくら作りの外観は、スイスの山小屋風。洋館と同じく、除災やコンドルの設計である。洋館の地下室とは、地下通路で結ばれている。内壁には、明治期の金等格子が貼られている。外観のみ公開。大名庭園の形式を一部踏襲する庭は、本邸建築に際して、池を埋め立てて、広大な芝庭とし、 庭石、灯籠、月山などを排した和洋平知識の庭園として改修された。現在の庭園は国有開口の容器転用、売却により大幅に削り取られているが、今も残る雪見灯籠やティン跡の石符が王子の姿を忍ばせている。建物内部での撮影は禁止されている。以前は自由に撮影可能だったが、2010年の 大河ドラマ龍馬伝のロケ地となった後は、不定期の撮影許可日を除き負荷となっている。廊下等の順路は狭く、ガイドツアーなどの後ろについてしまうと、見学に思わぬ時間がかかることもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。